非常に緊迫の攻防を迎えた3位決定戦です。2勝2敗です。ポイントとしては日本が一本勝ち2つ、ロシアをややリードする形で日本のエグサ辰明5人目です。はい、止め。さあロシアはガダノフ登場、66キロ級です。ベテランのエグサが5人目、ただ流れは日本、技ありのポイント。ここから足を取って何か合わせたような感じですが、口木と大内刈りですね、はい、片襟からの大内刈りという形でした、ね、はい、最後は足を補助してという形になりました。さあ高生さん、はい、流れは日本に来てますね。そうですね、はい、ここでまだ下がらないことですね、はい、変形であの肩越しに手を持ってきますから、あれをどう対処するかというところがポイントになってくると思います、はい、ガダノフはご覧のようにがっしりと背中のあたりを狙ってきます。66キロ級、まあ、ちょうど放送席にいる内場さんと同じクラスになりますけれども、はい、まあ、非常に、まあ、エグサも60キロ級から一つ、まあ、今回は階級を上げてという戦いです。そうですね、まあ、減量はそんなきつくないと思うんで、はい、もうアグレッシブにやってますね、はい、また背中を取られる、チャンス一瞬ひっくり返していきます。あの背中を取られるというのは内場さん、選手にとってはどうなんでしょう。エグサにとってはそうですね、あんまりいいことではない、いいことではないですね、ただ今うまく利用しましたね。そうですね、あれがいいタイミングで入ると、はい、あの投げることができるんで、はい、まあ、そこら辺の競り合いですね。さあここも組み手争い、まずは大きくリードをしている技ありのポイントリードのエグサ、5人目です。この試合に勝てば銅メダルにぐっと近づく日本です。何か最初のブラジル戦、そして次の韓国戦と徐々にこうエンジンがかかってきた感じです。さあ指導のポイントが今相手のガダノフが指導が来ましたので、日本のエグサに効果のポイントが入っています。あのいきなりの足をあの取りに行く、ズボンを持ちに行くっていうのがですね、今回から厳しく反則を罰せられる、対象になってきましたので、今その指導だったですね、はい、まあ、そのあたり柔道も大きく変わりながらという転換期を迎えています。効果が2勝2敗に持ち込みました。31歳のエグサ、足を取る、足を取る、さあ足、最後も待ての声がかかりますが、いやエグサがこの3試合目を迎えて非常に生き生きとロシアとの対決、ガダノフを追い詰めています。西岡さん、はい、このエグサ選手は先ほどの試合敗れましたよね、ええ、それでもう全然ダメだった、絶対次取り返すというふうに決意を語ってくれましたね。なるほど、自分の勝敗がその自分だけでは終わりません。団体戦です、チームの勝敗に絡んできます。この日本の男子というのは小さい頃からこのシステムでやってきました。さあまた足を飛ばす、ですから斉藤聖剛キャプテンはチームの総合力、チームワーク、こういったもので日本は勝ちたいんです、大会前そう語りました。何かこの3位決定戦に来てそのチームワークというのが見えてきたような、そんな日本の戦いぶりです。斉藤ヘッドの大きな声、もう会場中に響き渡っています。東京武道館ちょうど半分を経過しようとしています。エグサの動きが次第に良くなっているような、そんな印象です。60キロ級で世界選手権の代表にもなりましたこのエグサ、ただ北京の代表には選ばれずに階級を上げるかどうか、まあ、そのあたりも考えながらというこのエグサです。また足を狙って今度は巻き込んでいく、非常に速い攻防ですが、主導権は常に内場さん、エグサと見ていいですね。そうですね、まあ、60キロ級のスピードがすごい使われてていいと思います。そのスピードで相手を翻弄していきます。また背中を取る、逆にガダノフとしてみればパワー勝負に持ち込みたい、そんな思惑もあるでしょうか。66キロ級の選手です。ここまで日本は2勝ですが2つとも一本勝ちです。勝ち数で並んだ場合にその内容が問われますので、日本は若干ロシアよりも有利なポジションです。ここで守っちゃダメですね、下がっていきます。大外はどうか、背中つけてポイントにはつながりません。
残り1分49秒で時計が止まっています。井上さん、これガダノフは何狙ってきますかね。やっぱり肩越しから襟を持ってですね、それからすくい投げだとか、はい、そういう技を狙っていっていると思うんですけど、はい、うまくエグザ選手が対応してるんですね、はいはい、内刈りなどですね、でそういう部分でもっともっと対処していく必要があると思いますし、はい、もっと組み手の部分で抑えられたらですね、エグザ選手の展開になってくれると思いますので、はい、もう前に出るしかないロシアのガダノフ、組み手から今度は引き込んでいきます。積極的に技を仕掛けていきます。すでに日本のエグサにも指導が一つ来ていますので、今は技ありのポイント分だけエグサがリードという5人目です。肩車入って、このまま続いていくと、まあ、防御といいますか、若干逃げというふうに取られてもおかしくないという展開ではあります。何か自分から仕掛ける技が欲しいエグサ辰明。日本の5人目、さあ持ち上げて持ち上げて、今度は有効です。しかし副審の2人が今取り消しました。巴投げは有効にはつながりませんでした。ただ自分から積極的に技を仕掛けていったこのエグサ、このシーンです。引き込んで組み返しですかね。最後は巴の足の位置です。軸飛ばしていきますが、背中ついたように見えましたが、ポイントは取ってくれませんでした。惜しかったですね、最後の上の決めというかですね、はい、それがもう少しで解けばポイントが入ったんじゃないかなと思うんですけどね。66キロ級のこの対決です。ロシアのガダノフを相手にポイントをリードしているエグサ辰明、31歳のベテラン、11歳で始めた柔道はもう20年になりました。さあここで指導が再びガダノフに入って、有効のポイント、日本のエグサの有効のポイントに変わっています。北京オリンピックには出場できなかったエグサ、ただ日本一練習したやつが日本一になるんだ、世界一練習したやつが世界一になるんだ、そう信じて現役続行というこのエグサです。日本のためにここは負けてはいけない、そんな戦いです。大きくリードして終盤を迎えています。下がってはいけない。今のは反則取られたかもしれませんね、両手を離してかけてしまいましたので、そうですね、駆け逃げですね。これでポイント再び、天井何を思うエグサ、なんと勝利まであとわずかというところで、はい、白星がその手から振り落ちていきました。やっぱり若干こう逃げたというかですね、気持ちが後ろに下がったところをですね、先ほどの指導もそうでしたけど、隙がやっぱ出て負けてしまう、そういうパターンというのはやっぱりこれまでもいっぱいありましたので、やっぱり最後まで勝負っていうのは下がっちゃダメなんですね、はい、まさかの一本負けです、日本のエグサ。